今日も一日お疲れさん、どうもです。小田です。ゾンです。安井です。せーの、監督です。今日の企画は男に追わせるテクニック20。ということで、はい、まあ20でね、はい、割とシンプルな企画ですけれども、はい、これを女の子にされるとこっちはちょっと追いたくなるというかね、はい、追っちゃいますよっていうのを出していきたいなと思います、はいはい、それではやっていきましょう。腕遅い？じゃあいいですか。はい、2回目のお誘いは断って別の日を提示する、はい、おー、テアドルの日には行かないと。だからその1回目で楽しく行くじゃないですか、はい、いい思い出やったなーってなって、向こうから別の日提示してくれて、はい、ごめんなさい、その日ちょっと予定入ってて、はい、ちょっとこっちからまた連絡していいですかって言って、うん、また別の日へこう乗って提示してくれるっていう、あのこれわざとじゃないと思うんですよ、ね、はい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 、基本的には。でもこれわざとなんか一回断れるっていう感じがして、なんか掴みづらい、はいはいはい、そうすると何でも来てくるわけじゃないやって言った時に追いたくなるなっていう。なるほどね、ちょっと発動すんな。なるほどね、一回開けるのいいですね。いいよね、確かに確かに。ただリスキーなだけだったんだっていう。そう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 、なるほど、確かにね。これちょっとちょうどいい、なんかちょうどいいね、いいっすね、うん、めっちゃ使いやすいテクっすね、うん、もうバレへんしな、あんまり多分ね、バレへんね。けど、折ったは折ってたけど、テクとかしてないもん。好きすぎて折ったって、いや、まあ、悪いやろけどな。あれ追わされて、加速させられるのはあれやろ、ま、はいはいはい、すごいいいね、セクシーだね、セクシーだね、セクシーだね。 LINE の返信は1日1通、はい、逆に多いやん、数ぐらいがちょうど追いたくなる距離感かなと僕は思って、いつラリーってこと。そう、なんかやっぱ男性は そもそもしたくないじゃないですか、あんまり、ね、そんなしなくないじゃないですか、うん、に対してやっぱ1回の返信が朝送って夜とか帰ってきて、はい、それでも終わりとかやと、ああそういうことね、ちょっともうちょっとしたいな、朝もしたいなってなるぐらいのやつが最初のうちはなんか追いたくなる、なんか、あそうかもね、振り向かせたいかもみたいな、確かに確かに、気持ちになっちゃう。でもちょっと関係欲しくないですか、結構帰ってくる日あるけど。あ、なるほどね。あ、それもあんねん、今日はいつとか。そう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 、当たりの日もないと。そう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 、パチンコみたいな、当たりのをあげないと、そうそうそう、ここ台出んなってなっちゃうから。確かにそう、忙しそうっていうのは結構割と追いたくなるし、はいはいはい、そう、仕事してやる、はいはい、なんか振られるなんか振られる、終わってるやん、終わってるやん。男として魅力ないとかいう理由ではない、その、なんか振られるんですよ。あ、そういうことか。僕って、いやいや、いい感じやったけど、いや、ちょっとな、ごめんって言われて、あ、そうか、わからんってことか。そうそうそう、なんか振られた理由がわからへんし、けどそんなにでかいマイナスは多分ないんやけど、まあできるみたいな、そのまあコンディションなのか、ちょっと足りないのか、これの魅力がまだ。これすっごい追っかけてた、これな。マジ、いや、これめっちゃわかるな。燃え上がんの？上がる上がる、いや、燃え上がるね。おかしいやんってなるもん。いけるはずやったやん。そうそうそ そう、このパターンってさ、もうさ、俺いけると思ってたり時やってたから、割と手繋いだりとか、キスしたりとか、ちょっとなんか進行あって、もう行ってもいけるやろって気持ちして、ちょっとごめん、今じゃないかもみたいなタイミング的にめちゃくちゃ追いたくなる。なるほどね、悪いってこれ、ほんままだ思い出せる。昨日の言い方味してるよ、味してるやん、その感じ。おい、悪いよな、マジで。なんかやっぱ人としては好きみたいなこと言われるから、はい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 、じゃあ別に可能性あるやんみたいな。いや、わかる、そう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 、優しく言いようねんな。いや、そうやね、うん、そんなワンチャンかっこいいと思うし、そう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 、次のデートでまあ男らしさでもちょっと小出しにしたれましょうか。まあ、すげえな、男って。うん、こうビビらないんだ、もう振られたとか、もう無理だ、なんないんだ、振られたんだな。てかもう言っちゃってるからもう楽というか、わかる、俺のそばで。2回目の方が楽だよ。そう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 、一回振られたらもうなんか、まあもう振られたしバレてるしみたいな。そうだよ、もう好きやし、行くしかないやろ、もうプラスしかない。マジか、すげえよ、その心。はいはい、ストーリーで向かい席に誰かおるな。ああ、あ、皿つらでしょ、向かい席、向かい席に、そうそう、皿とか、そうそうそう、コップとかがちょっと、もう一人じゃないやんけ。そう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 、わかりますね。多分女子なんやろうけど、ちょっと怪しいなみたいな状況。ちゃんとメンションしてほしいよな。全員、いや、女子は、女子この人と行きましたっていうメンションをつけてほしいよな。はいはい、付き合ってた場合ですね、これは。はい、旅行行くっていうのがもう、結構シンプルに。はいはい、やっぱりね、頻度も落ちますし、LINE とかの頻度も。あ、まあそうだけか、旅行行ってくるか。あ、一人でね、
頻度も落ちるし、なんかあれ結構あったけどなみたいな。だからそれこそ多分監督とかの1ヶ月海外とか、あんなんもう付き合ってる時に相手が1ヶ月とかおらんかったら追うというか、もう一回その、いややっぱ俺は好きやったんやみたいなやつがこうボッと再燃する感じ。確かにね、ありますよね。疑似別れって大事やね。確かにだってさ、失って初めて気づくからさ。そう疑似でおらんくなるのめっちゃ大事だと思う。いやほんまにそう、冷められてるなって時が一番多いからな。そうなんやね。これで言うとなんですけど、あのストーリーは見てるけど2日返信ない。おお、生存確認はできるよ。ストーリーも見てるやめっちゃけど、2日 LINE の返信ないと。なるほどね。で、何事もなかったかに2日後に普通に LINE 来るっていう、これの優先順位低くないっていう嫉妬で、ちょっととりあえずなんか会おうよみたいな。なるほどね。追いたくなるから。嫉妬で、いや嫉妬でっていうか、なんか嫉妬っすね。うん、嫉妬で、何ですか嫉妬っすよね、だから嫉妬してるんですよね、嫉妬って、あの英語の方ですか。嫉妬SHIT クソとかはい、大事なところは濁される。おお、なるほど。関係性とかさ、なんか例えば好きな人いいんだ、なんでもいいんやけど、好きな人いるんですかとか聞いた時に、どうすかね、まあぽい人はいますけどね。なるほどね。言われたら、ちょっと追いたくなるなっていう。なるほどね。確かに他の質問結構テキパキ答えてくれるのに。好きなご飯は寿司です。そう年収とかなんか言ってくれるんだけど、とかなんかどういう人がタイプなのか言ったら、まあどう、ちょっとあんま分かんないですね最近とか、なんかどういう人好きなんやろみたいな感じで結構追いかけた。余地があるよね。ミステリアスだから知りたくなるよね。やっぱそういうなんか余白がある人って確かに知りたいってでかいかもね。思わせるね、子育てしたいみたいな。あ、そうもやもやするからな、男って。あ、俺ちゃうかったんやみたいなもん、おもろいし。あー、なるほど。そう上司やんけーみたいな。あー、会社も全然俺関係なかったみたいな。イケオジやんけーって。はい、すげえ来てどっか行くっていう。女の子からぐいぐいご飯行きましょうよとか、何々しましょうよっつって、なんかまあまあ別にいいよみたいな感じで、こっちが余裕ぶったら、もうその後全然誘ってこない。あれ？どこ行ったんみたいな。俺はなんか時期的なやつやったみたいな。これ俺意外とね気になります。いや、わかるわかる。確かにめっちゃ悪い。押せ押せでどっか行けば全然いいっていう、シンプルに。押してから引いたらやっぱ行きたくなるやん。そう、反動でね。いいっすか。はい。セカさん。すごいよね。どうしたんすか。だいぶ持ってますね。独身なんで。推しがこの服好きって言ってくれた。どういうこと。あれですけど。最近。ちょっと私の好きな人のこと推しっていう子めっちゃ多くないですか。多い。いる。で、これがどこの距離感なのかわかんないです。そうだね。推しってだけで、本気で好きな人も推しって言ったりするんで。マジさんが可愛い後輩とかも推しって言ったりするんで。だからどっちなのっていう。でもここを言及するのなんかあんま嫌やから何も言わない。へーぐらい終わらせるっていう。この推しっていうことが便利やな。確かに確かに。少なくとも俺じゃないよなってことも。それ分かるやん。これ男性なのか女性なのかも分からへんし。そう、私、お、女性のパターンもあるのか。あるある、推し全然。推しのアイドルとか。うわー、それ便利やな。これなんかテクニックめっちゃ持ってますね。そうよ、兄さん。そうよ、兄さん。ちょっと海外で吸収してきてる。そういうことか。海外で推しじゃないです。輸入したテクニックこれ。海外も輸入したテクニックけど、多いなって。最近こういう人たち多いなって。確かに。すごいな。同性同士もいますからね。そうややこしいんですよ最近。ちゃんと令和の手下してくれ。ほんまやな。ストーリーとかな。確かにちょっと古臭いな俺。ただスレッスレッとね。スレッないです。ないです。スレッスのフォロワー。そうそう、フォロワー。チャット GPT でしょ。おかげさまで。オンラインサロンの終わし方。古いってオンラインサロン。そうか、もう終わってるっていうんですか。そうなんや。あ、そうなんや。ネット GPT やもなわけで。あ、そうなんや。 AI を使って合わせてくる。それはね、確かに思う。はいはい。体の関係は1回だけっていう。まあ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 、確かに。確かに。これはちょっと忘れがちかもしれないですけど。確かに。王道で昭和テクです。はい、ありがとうございます。アナログアナログですね。アナログですね。アナログですね。これでもほんまに結構女子から結構こうパッて切られたら、そうやな、ちょっと待ってやみたいな。なるなるなる、分かるやな。一回つかむって結構大事なのかもね、男が。いや、ほんまにがなくなるってこと。そうそうそう、なくなったっていう。そうなんや、それやわ。あったものがなくなった。そうそうそう。
一回終わせたら勝ちですから。そうなんですよね。やっちゃいましたとか言ってるけど、それ逆にそのままやらんかったら、そうなんですよ。いいだけ武器なんだ。そう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 。ほんまにそうなんですよ。はい。はい。俺結構これ追いたくなるんやけど、元彼忘れたいって言ってる子。あ、そうなんや。追いたいんや。彼女じゃなくてもだと。え？彼女じゃなくても付き合う前に元彼と別れて、ちょっとちょい引きずってて、なそうやつな。忘れたいみたいなこと言ってる子。だから高弘君忘れさせてあげるよってこと。俺がヒロ君とは言わんけど、俺がそう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 、気持ちいいね。それは俺ないよ、すごいな。ないない。え、なんかちょっとチャンス感ない？分からん。あ、まあまあまあ全然思わへんけど、別れたとチャンス感ある。なんか涙出そうやな、お前。だってこれで振られんやろ、しかもこれで振られる。忘れられなかった。結果、変な思い出できた。結果なんならやっぱ元彼が良かった。いいな、キューピッド時代な。ほんま、やる恋全部キューピッドになってただけやもんな。すごいよな。今もキューピッドみたいな仕事やしな。まあな、確かに。キューピッド力高え。だからやっぱ結婚した時感動したんや。ついにあの箱さんが、キューピッド箱さんが、本人がね、キューピッドシクロウが結婚したのっていう。確かにな。だって俺でさえちょっと感動したんやから、それはそうたろうなら多分だいぶ感動すると思う。何してたんだよ裏で。すごいことやで。まあそうやな、昔からしたらすごいことすぎて、なんかうぅー、分からんなって薄れてたもんな。薄れてた。ほんまに逆に結婚式とかしたらすごいんじゃない。ああ、そうやな。箱買いみんな半年でなんか出てくるんじゃない。結婚式とかオーンの回数数えたいな。あー、カウントしたいな、ちゃんと。絶対誓いの口づけとかプルプルしてる。あ、そうですよ。そこ乗れば嫌やな。そうやな。はい、はい、付き合ってからなんですけど、妻が一人で今日どっか行ってくるって言ってて、どこっすかって聞いたら、内緒って言われたんですよ。あー、これちょっとその後考えちゃいましたね、妻のこと。余計にね。どこ行くの内緒でって言ってたもんな。それも未だに分からんの。あれが、おぉ、嬉しそう。あれがね、美容室行って可愛くなって帰ってきましたよ。え、俺、はめられた。はめられた今。嫌なわけだ、こいつも悪いわ。もし、なんかお前のためやみたいな。そう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 。だからもう、完結してて嬉しいんですけど、やっぱ思わされるなってのがいいねって思った。あ、でもね、わかるよ。経験ある、経験ある。俺もやっぱ内緒っていうやつはちょっとこう、なんでっていう、そう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 、親が追いたくなる感じはめちゃくちゃわかる。ドキドキしちゃいますよね。うん、経験あります。男かなって。そう、そうない、そうない。大体女友達と遊んでるから。そうそうそう、美容師とか行くんですよね。大体そう。別に何も悪いことしないんだけど、この一言言うだけでちょっと確かに世界が違って見えますよっていう。それは確かに、なんか結婚してる人も使えそうだよね。そう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 、ぜひぜひ。あ、ちなみに今のエピソード話したとき、そうたろう、ちょっとそれは可愛いなって裏では言ってましたよ。ちょっとそれは可愛いな。使いますか、今は。使っときまっか。絶対弱やん。俺、どんどんなんか、取れ高の接待され始めるの。取れ高の接待の決まった。お願いします。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。はい、ということで、ありがとうございました。世界さん、やっぱ調子良かったっすね。いやすごいっすね。いや、独身なんで。独身だから、それめっちゃ日夜ね、テク調べてるから。まあまあまあ、いや、すごい、なんか珍しく感じた。良かったすごい。良かったね。まあ、僕結婚してますから、僕は行かないです。いや、助かるわ、兄さん。こういうのは、まあ、僕独身が行かない、僕は行かない。かっこいい。すいません、ちょっと数が足りなかったです。本当にやめようなかったです。行けよお前もう。すいません。いや、マジ実際ほんまにこれ効くなっていうテクね、ほんまね、出てたと思うんで、皆さん使っていただいて、ぜひぜひ。あと、はい、なんすか、今更なんですけど、出役になるっていうのってめっちゃ大きたくなるくないですか。出役になる、出役になるってどういうことですか。その、例えば今やったらインフルエンサーになるとか。ああ、インスタグラムでなんか知らんけど発信活動してね。ああ、それはそうかも。それはそうかもね。なんか昔、その彼女が同じやったんで舞台立ってて、めっちゃなんか終わった後に綺麗でしたみたいな写真撮ってて、あー、むっちゃ追っかけましたもんね。へー、手が届かなくなるかもしれないみたいなね。多分喪失感に似たやつだろうね。確かに、それはそうかもね。なんかそういうのある。じゃあ自分が出るようになってか追われるようになったんやけど。お、そういうこと。それはないな。昔からの、そうさ、今更なんですけど会いたいですみたいな。
前の女子だけかもな、ね、そうやんな、そうなのかな、そんなことないと思うよ、そんなことないと思うけど、けど、あります、あれあれ、だから元カノとか連絡でしたね、あります、あります、だってな、恨み節のあ、そうそう、僕の恨み節のあなたが幸せそうに YouTube で笑ってるの言ってませんっていう、言ってたけど、どういうまとまや、それは来ましたプラス面はマジでないわ、ないよ、私の友達が連絡してきてとか、元カノ、なんでそんな、ないかも、呪術回戦、お前、そんな恨みか、お前、呪物、呪物、お前、呪物、お前じゃないよ、呪物ですそれはそう言われる、だって大学の部活の先輩にお前入ってくるんじゃなかったって言われてるから、呪物だ、呪物だ、呪物や、呪物ね、いたね、ここにぜひ皆さん参加してみてください、はい、ありがとうございました、今日も動画見てくれてありがとう、インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます、概要欄からフォローよろしく、チャンネル登録もお願いします、ということで今日も一日お疲れ様。